花ブルノニア族ブルーノニアは草とベラカに属する植物の属の一つ。ブルーノニアオーストラリス一種の実が属する。英名はブルーピンクション、ネイティブコーンフラワーなど。多年生の総本でオーストラリアの広範囲の森林、ソリン、砂地に自生する。シン・エングラー体系、クロンキスト体系では独立のトガとして気境目にところ属させていた。葉は 長さ1 0トル程度で根元から伸びる。春に開花し、花は半球状の塊となって5 0トルほどの茎の長部に咲く。マシュー・フリンダースが率いる HMS ・インベスティゲイターの18012年の探検公開でロバート・ブラウンによって採取され、1810年に記載された。様々な植物との類似点があったため、 その上位分類は最近まで未確定のままだった。ブルーノニアという名はブラウニへの懸名である。これはブラウニアがパトリック・ブラウンへの懸名として豆科の植物に命名されていたため響きの近い言葉を採用したものである。1 8 1十年2月、ジェームズ・エドワード・スミスは正式な記載をラニアン・ソサエティ・オブ・ロンドンに提出した。この中では ブルーノニア・オーストラリス、ブルーノニア・セラシアの2種が記載されていた。その年の終わりに、ブラウンはこの名を自身の著書プリドローマス・フロリ・ノービ・ホロンティにおいて使用した。だが、スミスの記載は1811年まで発表されなかったため、俗の命名者はブラウンとなった。この結果、ブラウンは意図せずして、自分自身の名を植物に命名しない。 という暗黙の了解を破ってしまったことになる。1907年に B セラシアは B オーストラリスの変種とされ、1992年に B オーストラリスのシノニムとされた。他にも数種が提唱されているが、現在ではすべて B オーストラリスとされている。種子からの発が株分けのどちらの方法でも容易に増やすことができる。ありがとうございます。